こんにちは、萩です。今回はですね、昨日の動画に引き続き全日本大学駅伝の話をしていきたいなというふうに思うんですけども、昨日はですね、優勝候補である駒澤大学の全日本大学駅伝のエントリーメンバーと、まあ、それに向けての戦略分析、まあ、オーダーのね、話をさせてもらいましたが、今回はもう一つの優勝候補である青山学院大学のオーダーの話をね、していこうというふうに思っているんですけども、ついこの前、出雲駅伝が終わりました。まあ、三強とね、言われる三チームのね、バチバチした戦いが見れました。國學院大學、駒澤大学、青山学院大学。まあ、この三チームね、まあ、戦いがメインだったんですけども、この三チーム、出雲駅伝の結果を終えて、3チームともですよ、全日本に向けて、箱根駅伝に向けて、もう一度戦略をね、練り直してくるというふうに思っています。3チームともがですよ、全チームがもう一度一から練り直してくるんじゃないのかなと僕はね、予想しています。まず、出雲駅伝優勝した國學院大学なんですけども、國學院大学の目標は、箱根駅伝総合優勝。これが何としてでも欲しい。これに向けてね、1年間トレーニングしてきたと言っても過言ではないというふうに思うので、箱根駅伝での総合優勝が大本命なんですが、出雲駅伝、優勝してしまったわけですよ。となってくると、國學院大学として、全日本、欲しくなるわけですよね。ここまで来たら、3冠を取ろうっていう風に、チームの思いが一丸となってると思います。まあ、もともとは、箱根駅伝総合優勝を念頭に置いて戦ってきて、まあ、その延長で、出雲と全日本も本気で戦って、まあ、優勝を取れたらいいという思いがあるんですが、やっぱり箱根って思いが強いチームだというふうに思うんです。ですが、出雲を取ったことによって、多少リスクがあったとしても、全日本フルオーダーで本気で僕は挑んでくると思います。で、やっぱ箱根駅伝のことだけを考えると、この全日本を、出雲と全日本をフルオーダーで組んでくるって、ちょっとリスクあるんです。やっぱトップ選手、まあ、エース級のランナーをポンポンポンと何度も使うので、やっぱ疲労とかね、まあ、精神的なね、まあ、ストレスの面も考えて、やっぱりどっちかをね、温存しておきたいって思いがね、やっぱあると思うんです。ですけども、國學院大学ここまで来たら、3冠を取りたいという思いがやっぱあるので、出雲も本気で挑んできて、全日本もやっぱフルオーダーで組んでくると思うんです。ここで多少疲労とか残ったとしても、箱根駅伝のリスクがあったとしても、やっぱ欲しくなっちゃうなというふうに思いがあるので、國學院大学としては全日本も本気でフルオーダーで組んでくるというふうに思うので、まあもう一度ね、まあどのメンバーを起用していくのか、区間配置なんかもね、練り直してくるんじゃないかなというふうに思っています。はい。そして今日お話しする青山学院大学なんですが、先に僕の予想していくと、青山学院大学、全日本大学駅伝、本気で挑んでくるかどうかが、ちょっと疑問に僕は思っています。まあ、捨てるって言い方はちょっと大げさかもしれませんが、箱根駅伝にちょっとシフトしていくんじゃないのかなって僕は思っているんです。まあ、その理由がね、まあ、大きく2つあるんですけども、まず1つ目です。まあ、青山学院大学の今年の目標は学生三大駅伝3冠。これをね、本気で狙っていたと思います。で、青学ね、こう毎年3冠狙う言っていたんですけども、まあ、昨年の戦い方ですると、明らかに箱根にシフトしたわけですよね。箱根駅伝で総合優勝するっていうことを何としてでも達成しなきゃいけないっていうような形で、出雲と全日本を戦っていきました。なんで、出雲、全日本も取るって言ってましたが、まあ、オーダーを見る限り、明らかに箱根狙ってるなと、まあ、エース級ちょっと温存してるなっていうことが垣間見えたわけですよ。まあ、それは、ね、誰もがね、見ていて感じてたと思うんです。ただ、メディアとかにはね、3冠狙ってますってことね、まあ、言っていましたが、今年も3冠を狙ってると言っていましたが、今年は昨年と違って、本気で出雲を取りに来ていたというふうに思います。まあ昨年と比べるとオーダーの組み方が明らかに違う。今最も強い選手をフルオーダーで組んで出雲を戦いました。ですが、勝てなかったんですよ。これはね、原監督にとっては大誤算だと思います。まあメンバーもそうですし、原監督も苦戦すると思っていたが、優勝は取れると思っていたんじゃないかなと思います。ですけども、まあメンバーのパフォーマンスがね、なかなかピークが合わなかったのと、まあ駒澤大学を國學院が思っていたよりも強かったことによってね、優勝することができなかったわけです。となってくると、青学が、
この後のプラン、全日本と箱根駅伝どう戦っていくのかっていうことを考えると、僕の予想では箱根にね、照準をガラッと変えてくるんじゃないかなと思っているんです。全日本を、まあ、捨てるって言い方はちょっと大げさですけども、出雲みたいに何としてでも取ろうっていう思いはあまりね、薄くなってきてるんじゃないかなと思います。昨年と同様、出雲と全日本は負けたけども、箱根駅伝優勝して青垣やっぱ強いよねっていう方にシフトしていくような感じがします。やっぱりさっきね、國學院大学の時の話もしましたが、やっぱ出雲フルオーダーで組んで、全日本フルオーダーで組んで、箱根駅伝フルオーダーってちょっとリスクがあるんです。やっぱ故障のリスクもあるし、やっぱエース級のランナーとかもう上の選手たちを出雲を本気で走らせて、全日本も本気で走らせて、そこからもう一回1月にピークを持ってくるって相当体への負荷がかかるので、できるだけ温存しておきたい。で、青学ってやっぱ層が厚いので、まあどの選手もこう多少のね、こう入れ替えをしてもそんなに戦力は変わんないわけですよね。そうなってくると、青山学院大学としては若手もやっぱ強いわけですから、全日本を多少ね、調整してくるんじゃないかなというところで、本気で全日本は狙ってこないんじゃないのかなって僕は予想しているので、出雲駅伝のメンバーとはガラッとね、変わってくると僕は予想しています。なんで青山学院大学としては出雲を取れなかったので、まあ全日本もね、まあトップ3ぐらいは狙ってくるけども、最終的に箱根駅伝で総合優勝するためにどうすればいいかっていうことの逆算で全日本を組んでくるということだと思います。ただ、箱根駅伝優勝するために全日本もフルオーダーで組んでおいた方がいいというふうに判断したら、フルオーダーで組むというふうに思うんですけども、僕はね、ちょっとね、変わってくるんじゃないかなと思います。なので予想で言うと、全日本大学駅伝青学のメンバーは、あ、このメンバー使うのっていうような組み方をね、してくるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、二つ目なんですけども、そもそも青山学院大学って昨年のオーダー、出雲から全日本に向けてなんですけれども、メンバーをね、ガラッと変えてきてるんです。まあ昨日お話しした駒沢大学なんですけれども、駒沢大学は昨年の傾向からすると、出雲駅伝で起用した6名はそのまま全日本大学で全員起用してるんです。で、全日本は8区間なので、出雲で起用した6人と、プラス2人を追加して全日本を戦っていく。まあこれがね、駒沢大学の戦い方で、まあフルオーダーでね、戦ってきた昨年なんですが、今年もおそらくその戦略で来ると思うんです。で、駒沢大学としてもね、全日本を取りたいというふうに思ってます。まあ相性もいいですし、5連覇がかかってくるので、まあフルオーダーで組んでくると思うので、出雲のメンバーはそのまま起用してくると思うんですけども、これ、青山学院大学の昨年の出雲駅伝のメンバーと全日本大学駅伝のメンバーなんですけども、まあ昨年青山学院大学は出雲駅伝フルオーダーで組んでいないので、全日本とメンバーがガラッと変わったっていうことも考えられるんですが、青学は出雲で走ったメンバー6名中3名が全日本でも起用されてるんです。要は半分ガラッと変えてきてるんですよ。レギュラーをこんだけガラッと変えてくるチームは相当珍しいと思います。これが青山学院大学なわけです。で、おそらく今年もこの傾向僕あり得ると思っているんです。で、昨年から見ると、まあ柱と言われている選手の3名は使ってるんですよ。まあ昨年で言うと黒田選手、佐藤選手、山内選手、まあ昨年のね、青山学院大学のまあトップ3と言われていた選手、まあこれが柱になるので、まあ絶対外せないポイントにしっかりこの選手をオーダー組んでいるということですね。まあその他の選手は、まあその時に調子良かった選手とか、まあ箱根駅伝で起用したいなと思っている選手を試しに入れてくるっていうようなところだという組んで、こう組んできたわけです。まあこんだけガラッと変えてるんですよ。なんで全日本初デビューって方が結構多かったんですが、今年の青山学院大学もそういう風な傾向にしてくるんじゃないのかなと思ってます。で、さっきねパート1の話をした時に、箱根駅伝総合優勝を第一目標にガラッと変えてくるってことを考えると、若手を起用してくる可能性が十分にあり得ると。で、青山学院大学の強みって 1,2 年生めちゃくちゃ強いんです。さらに新1年生のルーキーと言われる選手が超強いので、まあここら辺の選手を
箱根駅伝を学生三大駅伝のデビューをする前に、やっぱ全日本でね、一回起用していきたいというふうに思いがあるので、まあ、ここら辺で試しに起用するっていうパターンもね、あり得るんじゃないかなと思います。まあ、出雲駅伝は本気で優勝を狙っていたので、若手は起用しなかったわけですよね。まあ、上級生安定している結果がね、見やすい上級生で組んできました。ですが、優勝できなかったので、まあ、箱根駅伝にシフトするってことを考えると、まあ、今回出雲駅伝で起用したメンバーからガラッと変わってくると思います。ただ昨年と同様に、柱となる3名の選手は全日本に起用してくるというふうに思うんですけども、まあ、これがですね、全日本大学駅伝エントリーされている16人のメンバーなんですけども、まあ、この中からですけども、柱となる3人、まあ、出雲駅伝を走った柱となる3人、鶴川選手、黒田選手、太田選手。まあ、この3人が今年の柱と言われている選手で、まあ、出雲駅でもね、まあ、しっかり走れた選手になります。この3名は全日本大学駅伝、僕は走るというふうに思ってます。まあ、太田選手ちょっと怪しさもあるんですけども、やっぱ最終学年となって、まあ、学生三大駅伝3つはね、走ってくるんじゃないかなと思います。まあ、箱根駅伝にピークを持ってきたいって思いあると思うんですが、まあ、チームとしても全日本ね、走るというふうに思うので、僕の予想では、出雲を走ったこの3名の柱、こちらは全日本を走るというふうに思います。残りの3名と残りの5名はガラッとね変えてくるんじゃないのかなというふうに思っています。で、この全日本大学駅伝のね重量陸上のメンバーで鳥居選手とね荒牧選手が外れたんですよね。これがちょっと想定外。まあ、AB 選手に関しては昨年ね出雲を走ったメンバーです。で、荒牧選手は昨年全日本をね走ったメンバー、このねレギュラーメンバーがまあ、外れてしまったということになります。はい。まあ、それを踏まえてね、まあ、どんなメンバーが全日本を走るかなっていう想定した時に、まあ、出雲を走ったこの柱の3人は走ると思っていて、残り5名を誰を起用してくるかっていうと、僕はこのね4名の選手を新たに投入してくるんじゃないかなと思います。折田選手、田中選手、白石選手、塩出選手、出雲を走らなかったこの4名の選手は全日本に起用してくるんじゃないかなと僕は予想しています。まあ、戦略的に箱根駅伝で勝つためにここらのメンバーを起用していきたい。まあ、昨年の傾向から出雲じゃないメンバーを多めに起用してくる青学の戦略で、残りの1名はその時のね、まあ、直近で調子いいメンバー、まあ、箱根駅伝に起用したいなと思っているルーキーとか、まあ、一方で出雲駅伝でねあまり調子が良くなかったけども、もう一回ね、起用したいっていう選手を起用するか、いう感じで考えてくるしかないと思うんですが、まあ僕の予想では、この4名の選手、出雲で起用しなかった、新たなね、選手をドカンと投入してくるんじゃないかな、ということをね、まあ予想します。はい。なんで、僕としてはですよ、個人的には、もう一度この3強がですよ、フルオーダーで組んできて、バチバチする戦い方をね、見たいなというふうに思っているんですけども、まあ、小山学院大学としては、箱根駅伝での優勝は絶対に逃せない。で、3冠を狙っていて、もう3冠がなくなったんですよね。3冠取れないってことを考えると、原監督としては、もう欲を出さずに、一気に切り替えて、まあ、じゃあ箱根駅伝優勝しましょうか、という軽い気持ちで、ちょっと切り替えてくるような予想なので、全日本はね本気でフルオーダーで来るとはちょっと思えないなということで、こんな問題をね組んでくると思います。ただですよ、ただそれでも超強いんですよ。優勝する可能性全然あります。出雲駅伝とガラッとメンバーを変えたとしても、柱となるメンバーこの3名を起用していて、新たに5名を追加したとしても、この5名がこう2軍かというとそうじゃないんですよ。1軍なんですよ。青山学院大学ってもう15名ぐらいが1軍の選手なので、この選手をこう切り替えたとしても弱くなるどころか全日本の方が強くなる可能性があります。それが青学なので、十分優勝する可能性がありますけども、フルオーダーでガチガチ組むっていうよりかは、起用したい選手を起用しながらできるだけ上位を狙ってくるっていう作戦に切り替えてくるんじゃないかなと思います。その中で優勝できたら最高だよねという作戦に来るかなというふうに予想しています。はい。なんでこっからですね、青山学院大学って結構ねあのメディアとかの露出が多くて、戦略的な話とかもね原監督結構言ってきます。で、直前で区間の話もね結構ポロッと言っちゃうのが青山学院大学なので、新しいね情報とかが入りましたらね、改めてまた直前でね、オーダー様子なんかをね、していきたいなというふうに思います。